休日とか夜とかでもなんか調べ物してしまったりとか、それがね、自分の得意なことなんですよね。それをまず見つけるってことと、自分が本当にやりたい業種に転職していくっていう勇気を持つってことですよね。両親を安心させることはできません。どうすれば両親を安心させることができるんでしょうか、じゃなくて、どうしたら心配してきたりちょっかい出す両親がいても自分の幸せをキープできますかって質問するべきなんです。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、お気づきの方も多いと思うんですが、去年の12月から健さんの公式 TikTok で動画がアップされているということで、これまで公開されているのはこの今日時点までなんですが、預金封鎖からあなたのお金と資産を守る方法3選、努力してもお金持ちになれない人の特徴3選、大富豪のモーニングルーティンということで、どうですか？かなりこう短い、あれ60秒ぐらいですよね。そうなんですよ。だいたい1分ぐらいにまとめるっていうふうでなこすと。よね。で、私あれパッと見た瞬間に、あ、今までと全然違って、 TikTok 向きの金さんだこれっていうふうにちょっと新鮮な感じしたんですけれど、かいえいなり早口ですよね。え。今日はね、もちろん巻いてるんですけどね。喋ってるのをちょっと1.2とかに、ちょっとこの後あるんで聞いときますけど、1.2倍速とかにしてるんじゃないかな。そうなんですか。いや、だからすごく本当に TikTok の中のコンテンツだなっていうのがすごく色分けされてる感じがしたんですが、どうですか、ご自身で TikTok ってまたちょっと違いますか？だから、新しいことは常にやってみようと思ってるのでやってるんですけど、なんかそういうね、新しい、こう、風というか、TikTok から僕のことを知る人もね、最近出てきたので、なので、入り口はね、いろんな入り口が空いててもいいかなって思ってるところです。ちょっといつものこのゆったりと話しているケンさんとは違って、いかにも TikTok のポンポンポンっていう感じの、またその情報が濃いですからね、それこそね。そうですね。なので、ちょっとしばらくやってみます。あ、そうなんですね。このケンさんの TikTok の公式アカウントは、ハッピーケンホンダ .jp で検索すると見つかりますので、ぜひフォローしてみてください。お願いします。はい、ということで、本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に、健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム、魔法岩さん。健さん、こんにちは。こんにちは。社会人として働き出して数年が経ちます。一通りの仕事は覚えましたが、自分の得意なことを今の仕事にあまり活かせていないなと感じることが増えてきました。自分が就きたかった業界には入れましたが、やりたかった業種に就いたわけではないのが原因かもしれません。自分の得意なことを仕事に活かすコツなどあれば教えてくださいということです。そうですね。やっぱりね、自分の得意なことっていうものを、まず得意なことを生かすコツっていうことを言われているので、このね、魔法岩さんはある程度自分の得意なことを知ってるのかもしれませんけど、やっぱりね、自分の得意なことを見つけるのが多くの人にとっては難しいんじゃないかと思うんですね。なので、人よりも簡単にできること、自分が興味があること、なんかついついハマってしまうこと、休日とか夜とかでもなんか調べ物してしまったりとか、それがね、自分の得意なことなんですよね。なので、それをまず見つけるってことと、自分が本当にやりたい業種に転職していくっていう勇気を持つってことですよね。この方の場合は、やりたかった業種にね、ついてないけど、業界自体にはいらっしゃるってことなので、近いところではありますよね。だからね、それを本当にそっちに寄せていくかってことだと思います。例えばね、英語でね、子供たちがやるゲームがあるんですけど、何かを隠して部屋の中に。で、そして、そこに近づいていったら、ウォーム、ウォームって、暖かい、暖かいって。で、めちゃくちゃ近づいたら、暑い、暑いって言うんですよね。だから、目隠していくんですよ。で、反対の方に行ったら、コールドとか、コーダーとかって、ちょっと寒い、寒いとか、冷たいとかっていうふうな言い方をするんですよ。なので、自分の本当に、探し物をするためには、暖かいところに行かないとダメってことなんですよね。で、周りが、それが
ウォーム、ウォーマーとか、教えてくれるんですよ。で、こっち行ったらコールだって言われるから、違う方向だってことが分かるわけですよね。はい、そうやって最終的に自分の、これだっていうところまで探していくっていうゲームなんですけど、でも考えてみたら僕たちの人生とか仕事選びも同じようなところがあって、本当に自分が向いてるものとかやりたいことっていうのは、自分のハートがすごくドキドキしてワクワクするか、やるのが怖いっていうので、心のナビゲーションシステムって動いてるわけですよ。はい、例えば僕だったら作家になる。すごいやりたい、ワクワクする。でも自分には無理だと思うから怖くもあるんですよね。うん、なぜかって言って、大好きな人、めちゃくちゃ好きで片思いの人に行って振られたりすることを考えたら、もうそもそもその人の方は見ないみたいな感じになっちゃったりとかして、だから結局、自分がそっちの方に行きたいんだけども怖いっていうのっていうのは閉じちゃったりとかするわけですよね。そうすると自分が何やりたいか分からない状態になっちゃうわけですよ。そうするとどんどんウォームウォームっていうところから離れちゃってますもんね。そうだから、ここからもっぺん開いて怖いけど、で業界にせっかくいらっしゃるんだから、そこまで自分の好きな業種まで行くと熱くなると同時に怖くもなるはずなんですよね。そう。なので、熱くなってきて、怖くなってきて、いや、汗をいっぱいかき出した時ぐらいから、本当にドンピシャなところに飛び込めるかどうかってことなんですよ。うん、だって、まあまあ好きな人と結婚する人っているんですよ。でね、それは悪いですかって聞かれることあるんですよね。リア検とかでも。私は、そんなに好きでもない人と、向こうが好きだって言われたから、なんかノリで結婚してしまいました。子供一人います。どうしたらいいですかみたいなことやるんですけど、要は人生ってね、どれだけ好きなものに囲まれて生きるのかっていうのって、その人のセンスなんですよ。例えば今これってね、僕の素敵ないいなと思うインテリアの中で生活してますけど、そういう自分が全く白いカバで白いカーテンでっていうのでもいいわけですよね。で、別に普通の白いシャツでやってもいいわけだし、自分が好きなそのものに囲まれて暮らそうと思ったら、例えば自分の好き 100% っていう人が、まあ100はなかなか難しいにしても 90% とか 80% まで持っていきたい人と、いや別に自分のマンションとかで住んでるとか白い壁でいいやっていうふうに思う人と、多分分かれてくると思うんですよね。だから自分が好きな業界にさえいればいいやっていうふうなものが、本当にもう心がもうなんか奪われるぐらいワクワクするようなことをやって生きていきたいっていう人と、そうでない人がいるってことですよ。うん、だからコツじゃなくて、要は生き方なんですよね。自分のワクワク度 100% で生きたいか、90% で生きたいか、10% で生きたいかってことなんですよ。はい。もうそれに尽きると思います。そうすると、例えば、この今質問されている魔法岩さんみたいに、まあ業種にはいない、業界にはいない、いるけれども、その業種自体にはいないっていうのよりは、例えば本当にワクワク行きたいっていうんだったら、もうまずそっちの方にシフトしていってっていうことですよね。同じ時間を生きるとしたら。なんだけど給料が減るかもしれないとか、やったことがないから怖いとかっていう、またこう正当な理由が出てくるわけですよね。うん、そう。だから別に僕は何が正しいとか間違いとか言ってるんじゃないんですよ。大好き度何パーセントで行きたいですかっていう、それだけですよ。うん、それは自分が決めるんです。でね、やっぱ50より下だと鬱になっちゃいますよね。だって自分が嫌いなものに囲まれてるわけだから。で、70から80上だと全体的に楽しいなとか嬉しいなとか喜びですよね。もう 99% だとおしっこちびりそうになってるはずですよ。ねえ、みんな本当はそこで行きたいんですけどね。本当は。でもおしっこちびるのは怖いですよ。だってずっと本当にギリギリでやってるわけだから。だからすごくがっかりすることも多いわけでしょ。すごい喜びも多いけど、だからそういう生き方はほとんどの人たちは多分望んでないと思います。憧れるかもしれない。でも6割から8割ぐらいのところまでいけると幸せ感増えるでしょうね。まあいろんな方にいろんな角度で刺さったお話なんじゃないかなって思いますね、今の健さんの。はい、ぜひ参考にしてください。はい、ありがとうございます。さあ、続いてラジオネーム正五郎さんです。年末年始で実家の家族と話をする機会があり、仕事の話になりましたが、両親からはお金の心配をされます。同世代の人たちと比べて収入が少ないのは事実ですが、私は給料が少ないからないなりの生活をすればいいというスタンス。毎日楽しく暮らしています。どうすれば両親を安心させることができるのでしょうか、ということです。あのね
その質問が間違ってるんですよ。両親を安心させることはできません。なぜかというと、両親っていうのは子供のことを心配するのが仕事なんですよ。はい、そしたらその天才でもあるんです。でそして、はい、両親の才能は子供を心配することによってイライラさせるのが才能なんですよ。あ、子供をイライラさせるのが？そう。だから一番言われたくないことを突っ込んでくる天才なんですよ。はい、あといつ結婚するのとかね、その収入でいいのとか、なんか一番触られたくないところズボズボついてくるんですよね。もう場合によっては30秒の間に4つつくみたいな才能があるんですよ。はい、だからその質問が間違ってるんですよね。どうすれば両親安心させることができるんでしょうかじゃなくて、どうしたら心配してきたりちょっかい出す両親がいても自分の幸せをキープできますかって質問するべきなんです。そうか。じゃあ両親は変わらないわけですから、両親を変えるのはね、難しいですよ。そうすると正五郎さん自体が、まあ、あなたもうちょっとお金貯めたらとか、誰々くんとこはこんな感じよとかっていうふうに言われたとしても、ぶれない自分でいるっていうことですね。そう、両親のことある程度受け入れてあげてね、お母さんありがとうねって、僕すごく愛されてるって感じるよって、僕はお金なくても大丈夫なあれだからって。人によってはね、酸素をいっぱい吸う人もいれば、酸素を吸わない人もいるでしょって。たくさんご飯食べないと生きていけない人もいれば、ちょっとだけ食べただけで生きていける人もいるんだよって。僕はお金に関してはたくさん食べなくてもちょっとだけで生きていけるから全然心配しなくていいよって、すごい幸せだからって言ったら、両親は不服だと思いますけど、うん、そんなもんなのみたいな形でね。じゃあもうある意味両親は愛情も持ってそういうふうに子供を心配する生き物なんだっていうのもまず受け入れるところですよね。そう、今僕の知性があったら、わあ嬉しいなって、そんな心配してくれんのかって、そんな心配してくれる人で誰もいないなっていうので、ただただじんわり親の愛情を感じる心の余裕が今ならありますけどね。2人とも亡くなって長いからで、いる間はもうイライラしまくりでしたけどね。それがだから親子なのかもしれないですよね。そう。でもね、逆になってしまう自分もよくわかるんですよね。ついつい今の僕の立場から見えるものがいっぱいあるわけじゃないですか。はい、言った方がいいんじゃない、あれもやっといた方がいいんじゃないっていう 99% は黙ってもう捨てて、まあ 1% ぐらい言うかもしれませんけど、まあそれも言わないように努力してますね。じゃあそうするとかなり理解のあるお父さんですね、ケンさんは。まあだから ある種の無関心っぽい立ち位置というか、あんまりこう全部逐一見られてると思ったらね、やっぱりちょっとそれはそれでまた負担だから、なんかそのボーダーラインって親としては難しくないですか？別に全くそんな無関心なはずはないけれど、出しすぎるとあもううるさいなって思われちゃうし、そうですよね、で無関心と思われちゃうと、なんか愛情がいってないんじゃないかなっていうような、その塩梅って難しくないですか？うまく自分の子供に、全ての人間関係で一緒でしょう。例えば友達とかでも毎日毎日メール来られたらちょっとなんか負担じゃないですか。そうですね。で、じゃあ一月に1回だと疎遠すぎるし、だからまあ親しい親友でもなんか週に1回2回とかぐらいでしょう。だからそういう意味ではその子供っていうのは、まあ月に1回連絡あったら嬉しいぐらいに思っとかないといけないわけだし、その子供とのね連絡がなかったとしても幸せで忙しいぐらい自分の人生を充実させないとダメなわけですよ。あ、そうですね。なんかあれですね、この子供側の立場と親としての立場と両方のお話ですけれどね、これはね。そうです。なので基本的には感情的に自立して、相手は相手を信頼するってことができたら本当はいいですよね。そうですね。それがお互いにうまくできたら最高な関係ですね、それは。そうですね。まあでもね、そんな理想に関係にいかないから、ついつい行き過ぎたらごめんねって謝らなくちゃいけないし、もう少しこっちの方見てとかっていうふうに言われた時にはごめんねっていうふうに、またそうやって修正していけばいいんじゃないでしょうか。はい、正五郎さんからの質問でした。ありがとうございました。なんか幸せな気持ちになりました。本当そうですね。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームかまんべさん、おすすめの本は永松茂久さんのリーダーは話し方が9割という本です。
組織を率いるリーダーや1対複数のコミュニケーション場面で使える話し方のコツ、下の人たちの自己肯定感、自己重要感を高めるにはどうするかなど、内容がとても参考になりました。すでに上の立場の人もリーダーポジションに就きたい方にもおすすめですということでお送りいただきました。はい、はい、ありがとうございます。長松茂久さんはね、僕も長く付き合わせてもらってるんですけど、本当にね、人格も素晴らしいし、年下なんですけども、本当に僕は尊敬する兄弟だと思ってますので、ぜひね、彼の本を読んでください。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、ケンさんが選ばれた本は何でしょうか。はい、The Life、あなたという命、人生と愛、そして宇宙、奥平亜美さんという方が書かれた本です。はい、奥平亜美さんともね、ケンさん、割と最近対談もされたりしていましたけれども、はい、今回のこの本もなんか、すごく想定からして、空が美しくてなんかいいですね。八芒星も書かれててダイナミックなスケールだなっていう感じがしますね。すごいエネルギーを感じますね、この本、はいはい、なのでこういうのが好きな方はぜひ読んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。優しい世界が展開されてます。はい、さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマークiOffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それでは、ケンさん、今日の名言をお願いします。目指す港がないような後悔をしていたら、どんな風が吹いても助けにならない。モンテーニュ。不思議。